ロシアの軍事演習が日本海でも実施されています。黒海でも軍事演習を行っていますが、今現在撤退との報道がなされ、最悪の事態は回避されていますが、今後またどのように展開されるのか予断を許しません。今回日本海とオホーツク海でロシア海軍の軍事演習を詳しく見ていきます。日本も監視や情報収集に護衛艦白縫と P-3C 哨戒機が展開しています。海底ではなんとでは見ていきましょう。2月15日、防衛省は2月1日以降に日本海及びオホーツク海南部海域においてロシア海軍のウダロイ級駆逐艦などの艦艇24隻を確認していたことを発表した。確認した24隻は、ウダロイ級駆逐艦のほか、ソブレメンヌイ級駆逐艦、フリゲート艦、ミサイル護衛哨戒艦、潜水艦、揚陸艦、補給艦に病院船なども含まれていて、流氷が漂っているオホーツク海南部を航行している艦隊では、民間の砕氷船なども動員されていたというが、その航行の目的などは不明であるとしている。これらの艦艇の動きに対して、海上自衛隊は、護衛艦、白縫を派遣したほか、対潜哨戒機、P-3C などによって、警戒監視と情報収集に当たっているが、2月15日時点で、領海侵入などは報告されていないとしている。岸防衛省は、記者会見において、ロシア海軍太平洋艦隊が、この時期に、ほぼ全艦艇を動員して、軍事演習を実施することは、これまで例がなく、ロシア海軍全艦艇を一時に動員することで、世界中同時に活動することが可能であることを誇示することが目的であろう思われるとしている。ロシアは、現在、ウクライナとの国境地域に、10万人以上の規模の陸軍部隊を集結させていて、侵攻をほのめかしているため、アメリカや NATO 諸国との間で緊張が高まっており、特にアメリカ海軍の動きを牽制する目的があるのではないかと見られている。ロシア海軍は、2022年2月から3月にかけて、全艦隊全艦艇を動員する大規模演習を、大西洋から太平洋にかけて、地中海、北海、オホーツク海などを含む、広範な海域で実施することを1月20日に発表しており、ロシア国防省によると、参加艦艇は、水上戦闘艦、潜水艦、支援艦など140隻以上、航空機60機以上で、兵士約1万名が動員されるとしている。また、2月12日には、ロシア国防省が、黒海において、ロシア海軍黒海艦隊を、機関として、北方艦隊、及び太平洋艦隊から派遣された艦艇20隻以上による合同演習が実施されていることを発表していて、ウクライナ海軍のみならず、黒海や地中海に展開しているアメリカ海軍、及び NATO 諸国海軍の艦艇を牽制する動きを見せている。この演習に太平洋艦隊から参加しているのは、機関であるスラバ級ミサイル巡洋艦、バリアーグ、ウダロイ級大型駆逐艦、アドミラルトリブツ、ボリスチリキン級補給艦、ボリスブトマの3隻と見られている。3隻は、2021年12月に、ウラジオストクを出港して、インド洋に進出し、インド海軍との合同演習を実施した後に、イランの高沈港へ寄港、イラン海軍、及び、中国海軍の艦艇11隻との合同演習、チル2022、アラビア海北部のオマーン湾で実施し、射撃訓練、捜索救難訓練などを行った後に、黒海に入っていた。ロシア海軍の太平洋艦隊は、2021年5月時点で、機関、バリアーグ以下、水上艦62隻、潜水艦21隻を保有しており、ソ連が崩壊した後の1990年代には、軍事費が大幅に削減されるなどして、著しく、稼働率が低下した時期があったものの、近年は、水上艦、潜水艦、
共に新鋭艦が配備されていて、空母こそ保有していないが、決して侮れない存在となっている。また、総じて、ロシア海軍の艦艇は、ミサイル搭載数が多く、バリヤーグなど各艦隊機関とされている、スラバ級ミサイル巡洋艦は、射程 700km とされる対艦ミサイル、P-1000 ブルカーンを16発搭載するほか、対空ミサイル、S-300F フォールトを8発収容する VLS-8 機で、計64発に加えて、短距離対空ミサイル、4キロ33、4発と多数のミサイルを装備していて、強力な打撃力を持つ、水上艦艇である。黒海での大演習の開催が報じられた同じ2月12日に、ロシア国防省が、太平洋艦隊が、クリル諸島、千島諸島のウルップ島沖で、演習中に、アメリカ海軍のバージニア級攻撃型原子力潜水艦が、ロシア領海に侵入していたため退去させたと、発表した。それによると、アメリカ海軍のバージニア級攻撃型原子力潜水艦は発見されても、警告を無視していたが、ロシア海軍駆逐艦が、適切な措置を講じたために退去したとされ、ロシア国防省は、アメリカの原子力潜水艦が、挑発的な行為を行い、ロシアの安全保障に、脅威を与えたとして、アメリカのロシア駐在武官を呼びつけて抗議したとしている。また、この件について、アメリカのインド太平洋軍報道官は、同日に事件を報じた、東欧新聞の取材に対して、全く事実ではないと、真っ向から否定した上で、アメリカ海軍の原子力潜水艦は、他国の領海に入ることなく、常に、国際水域で安全に航行し、活動をしていると、答えている。このロシア海軍とアメリカ海軍の応酬について、どちらが真実を語っているかは不明であるが、ロシア側としては、これを発表することで、極東におけるアメリカ軍の動きを少しでも牽制したい思惑があるのではないかと見る向きは多い。ロシア陸軍が、ウクライナ国境への部隊増強に、寒さや雪に強いシベリアの部隊を多数派遣しているとの情報があり、極東地域の陸上兵力が手薄になっていると思われることから、大規模演習に加えて発表することで、太平洋艦隊が、しっかりカバーしていることをアピールしようとしたとの見方も出ている。ウルップ島の北には、幅 65km、最深部 2225m の北エナゼ、ウルップ水道。南には、幅 40km、最深部 1300m のエトロフ水道があり、どちらも、原子力潜水艦が、太平洋とオホーツク海を出入する際に重要な航路であり、特にロシア海軍はオホーツク海にアメリカ本土に睨みを効かせる戦略ミサイル原子力潜水艦を潜ませているため、これらのクリル諸島間の水道、海峡は絶対防衛ラインなので、神経質になるのは当然であろう。現在ロシア軍は、北方領土の国後島、択捉島、さらに、松輪島にも、地対艦ミサイル、バスチオン、射程 300km、と、バル、射程 150km、を配備して、アメリカ海軍と海上自衛隊の、水上艦艇や潜水艦を警戒している。インターネット上では、ロシアがウクライナに侵攻したなら、その隙に北方領土を奪回すべきなどとの、勇ましい書き込みが見られているが、極東のロシア陸軍が手薄になっているのは、シベリアの内陸に駐屯する部隊の話であり、北方領土やクリル半島、オホーツク海沿岸の部隊に、動きはないと思われる。また、太平洋艦隊は、機関が、不在で小型艦が多いとはいえ、このところ新造艦が配備されている、水上艦艇60隻と、やはり、新鋭のボレイ級などが配備されている原子力潜水艦を含む20隻以上の潜水艦を保有しているのは脅威である。さらに、超射程の地対艦ミサイルが配備されていることも決して侮れず、
たとえウクライナ有事が発生したとしても、北方領土の奪回は、ほぼ不可能と言っても過言ではないであろう。